2019明治安田生命 J2 リーグ第13節愛媛 FC 対鹿児島ユナイテッド FC の一戦をお送りします。愛媛 FC のスターティングメンバーはこのように予想しました。対する鹿児島です。前節とメンバーは変えてきませんでした。セカンドボールはニードが回収、倒れましたがプレーは続いています。長沼、吉田真希人、左足、これはアン・ジュンセよく反応しました。得意の左足、吉田真希人のシュートでした。まだ愛媛のボール、田中、神谷、浮かして藤本、落として吉田真希人、これは力強いシュートとはいきませんでしたが、まあ、ただ、いい裏への飛び出しとゴール前のコンビネーションですよね。しっかり対応してみせました、これはオフサイドはない。左サイド、後ろ幅、ふわりと浮かしたボールが決まりました。これで2試合連続ゴール、後ろ幅、一瞬の隙を突きました。トランジッションのところですね、攻守の切り替えのところ、奪った瞬間に狙ってましたよね、最終ライン戻れてなかった印象がありました。ボールインして、ここのボール、と最終ライン2勝が残ってますよね。そうですね、最後は岡本の動きを見て落ち着いて決めています。ここで2対1、竹島、そうですね、吉田真希人、竹島のシュートです。今のように愛媛としてはじっくり回していくんだったら回していきながらだと思いますね。ここは鹿児島です。茅沼、前線に五稜が行く、茅沼から牛の浜、こぼれたボール、ハッタンだ、いや素晴らしい、決めた、ハッタンだ、右足一閃、追加点は鹿児島、素晴らしいシュートでした。これだけ余裕があるとね、ハッタンでの力を持ってすれば、ターゲット入れてきますよね。今のシーンです。ジャストミートで素晴らしいシュートでしたね。素晴らしかったですよね。2点目を決めました。縦のパス、レイオフのパスが通るか、オサイド荒い、茅沼かわして倒れましたが、これは茅沼のシミュレーションを取ったんでしょうか。 PK になりますか。岡本にイエローが出ています。ただあのオフサイかどう、オフサイドかどうかっていうところだと思いますね、選手たちが言ってるのは。なるほど、逆をついて決めました。3点目、落ち着いてますね。鹿児島がリードを広げました。55分、ニュードが落ち着いて決めています。今シーズンこれが初得点になります、ニュード。カウンターのチャンス、ここはカットしました前の。逆に前線に人数が揃っています、愛媛。さあここからどうするか、下川のシュート、自分で狙いました下川です。ショートコーナーです。長沼から神谷、仕切り直して西田、アン・ジュンス、よく出ましたね、ここでも集中しています。
1対0、鹿児島のリード、牛の浜、八反田、ニュードの3点です。神谷入れた、西田、これはゴールの左でした。西田らしい飛び込みだったですけどね、はい、山瀬、そしてここで試合終了。鹿児島が3対0愛媛を撃破、今シーズン初アウェーでの勝ち点3をゲットしています。試合巧者ぶりを見せつけました鹿児島。